中共ウイルス感染拡大のため、中国では870万人の新卒者を含む約2億人以上が失業の危機に直面しています。そのため、福建省と貴州省では大学生の間で、毛沢東時代の上参化協運動を推進しています。福建省の政府系メディアは4月14日、福建省2020年大学専門学校卒業生、 3サポート1支援計画実施プランの交付を報じました。これは2020年に募集した約600人の大学専門学校卒業生を合賃の教育、農業、医療のサポートと貧困支援に従事させるもので、期間は2年間とし、期間が満了すると自主的に終了すると規定されています。中国に住む木さんは、 3サポート1支援計画とはつまり、新卒者の就職問題を解決するためのものだと指摘しています。4月18日、貴州省道人市の大学生企業モデル活動の現場を撮影した動画がインターネットに公開されました。農地の一角で青年男女が農具を手にしており、 政府職員が大学生企業モデルについて説明しています。この動画を見たあるネットユーザーは、大学の卒業生を農村へ動員している。農民校の企業モデルプロジェクトは、奇襲省同人誌ですでに実施されていたのかと投稿しています。別のネットユーザーは、前回は先に文学を起こしてから農村への下報があったが、 まさか今回は、下法をやってから文革を起こすつもりなのかと投稿しています。福建省の省さんは、伝染病が広まる中、企業の受注が減り、雇用問題が発生している。当局は新たな上参加教運動を推進して、大学生の就職問題を解決しながら、失業に起因する社会問題をも解決しようとしていると分析しています。キャンディ 中共メディアは4月19日、感染拡大のために雇用が大きな打撃を受けており、仕事を再開できない約8000万人のうち、 7割以上が農民校だと報じています。海外のある研究者は中国では実際には870万人の新卒者を含む約2億人以上が必要の危機に直面していると分析しています。実際に2019年中国共産主義青年団中央は3年間に1000万人以上の青年を農村部に動員する政策を打ち出しており、 その時にも中共は雇用問題を解決するために、上参加共運動をもう一度やるつもりなのではないかとの憶測が広まりました。NTT ジャパンがお伝えしました。中国では実際には870万人の新卒者を含む、 約2億人以上が失業の危機に直面していると分析しています。実際に2019年中国共産主義青年団中央は3年間に1000万人以上の青年を農村部に動員する政策を打ち出しており、その時にも中共は雇用問題を解決するために上参加協運動をもう一度やるつもりなのではないかとの憶測が広まりました。 n t t ジャパンがお伝えしました。